トルコの地方行政区画は県からなる。1999年以降は全部で81の県が存在する。トルコの地方行政区分図各県には中央政府の代理者として内務省の官僚である知事が置かれ、県の行政府を統括する。県の自治体行政の最高権限は4年任期で民選される県議会が担い、県知事は県議会の決定に従って、 職務を遂行する。県の予算と行政事務の審議と承認を行う。県議会の会期は年に40日で、会期外は県議会から午選された常設の県参事会が財政を審議、承認する機能を果たす。県はさらに複数の軍があるい枠から構成されており、県知事の行政府の置かれる中央地区を除くすべての軍区にはやはり内務省の官僚である軍行政官を長とする。 軍業政府が置かれる。一方、県業政府及び軍業政府の置かれる町には、市自治体、軍内の人口2000人以上の町には、町自治体が置かれ、それぞれは、民選の主張と議会を有する人口密集地における最小レベルの自治体となる。一方、2000人未満の集落は、村と呼ばれる自治体となる。地方行政において最も重い役割を負うのは、市。 町自治体の行政機関で、市、町の条例を自ら制定し、公共サービスを行う。市、町には、民選の市長長、市長議会、そして市長長及び市長職員と市長議会議員から選ばれたもので構成する市長参事会が置かれる。一方、村は、市、町自治体に比べて権限は小さいものの、各村は村当局を持ち、村民の全青年からなる。 村会で村長と村参事会を互選し、村の行政を運営することができる。イスタンブール、アンカラなどの大都市は、日本の政令指定都市に似た特別制度の対象とされ、複数のイルザが集まって、大都市行政区を形成する。大都市行政区は全体を公選の市長を長とする、大都市自治体が統括し、地下鉄やバスのような公共交通機関の運営まで、大都市では、 区単位で処理できない必要な広域行政を市役所一手に手掛ける。一方、大都市行政区に含まれる各区の中には区自治体及び準区自治体が置かれており、各区自治体は市自治体とは別に民選による区長と区議会を持つ。大都市自治体には議会はなく各区自治体の代表者からなる大都市参事会が市長を補佐する。県は基本的に アルファベット順による投資番号を与えられているが、新設の県の番号は、アルファベット順ではなく設置時に、最も遅い番号を振られており、九百九十九年設置の、デュズジュ県が十一番となっている。以下の表は、県の投資番号に従い、人口は二千年の国勢調査による。アンカラクルクラアレリエディルネテキルダーチャナッカレ、バルケスイルブルサイアロバイスタンブールコジャイリサカリアデュズジェ。 ゾングルダクボルビレジックエスキシセヒルキュタヒア、マニサイズミルアイドンムーラデニズリブルドルーシャク、アフィオンカラヒサールウスパルタアンタルヤコンヤメルスイン、カラマンアクサライクルシェヒルクルッカレチャンクルカラビュック、バルトゥンカスタモノシノプチョルムヨズガトネブシェヒル、ニーデアダナハタイオスマニエカフラマンマラシカイセリスイバス、トカットアマスイヤサムスンオールドギレスンウェルズインジャン、マラティア、カズヤンテプー、 キリス・シャンルール・ファードゥヤマン・ギュミュシュ・ハーネ・トラブゾン・リゼバイ、ブルト・エルズルム・アルト・ウィン・アルダ・ハン・カルス・アール・ウードル、トゥン・ジェリー・エラ・ズディ・アルバクル・マルディン・バトマン・スイールと、シュルナク・ビトリス・ビン・ギョルム・シュバン・ハッキャリ投資番号による、トルコの地方行政区分図、ありがとうございます。